どうもこんにちは、ゆうへいです。さてね、今ね緊急で動画回してるんですけども、その理由はね、 YouTube をいじくってたらこんな画面が出てきました。ででん、こちらです。わかりますでしょうか。おめでとうございますと、ゆうへい Vlog、 あなたは YouTube パートナーになりましたと書いてあります。これね、どういうことかと言いますと、これ多分なんですけども、僕このゆうへい Vlog チャンネルで、8月2日にですね、チャンネル登録1000人突破したんですね。で、3日の日に収益化の申請をあげたんですよ。で、その収益化の申請が通ったということになったんだと思います。3日の日に収益化の申請をして、今8月5日ですね。見えるかな、こっちか。8月5日、3日に申請して5日に、収益化の申請が通りましたということになったと思います。いやー、よかった。ありがとうございます。もしもね、これで収益化の申請、僕落ちたりしたら、もうね、多分立ち直れなかったと思いますね。このゆうへいブログチャンネルね、もう4年以上やってきて、ようやく、念願の収益化なので、もう落ちたら死亡してました。だけど、まあ多分ね、これようやく収益化の申請通りましたので、今からちょっとね、まあ設定とかあると思うので見てこようかなと思います。ではさあ、それではですね、一応収益化の設定が終わりました。まあね、そんな難しいこと何もなくて、有効にするっていうボタンをポチッと押すだけですね。まあ最初なんで、規約がねバーッと出てきて、それをまあ一応まあ読むのがめんどくさいんですけども、まあ一応規約に同意して有効をポチッと押すだけなので、まあまあまあ難しいことはありませんでした。一応まあこれで収益化されて、まあその広告がついたりねするんでしょうけども、まあ広告はもともとついてるんですけども、ついてる広告から、まあ収益がね発生するということになってるんだと思います。というわけで、お昼ご飯にねしようかと思うんですけども、もうめちゃくちゃお腹減ってましてですね、あのお昼ご飯さ、せっかくやから、そのそうめんにしようかと思ってね、暑いから。でもう無限そうめんとかさ、ほらあるんで、それにトライしてみようかとも思ったんですけども、もうお腹すきすぎて、なんかもう体力がないというか、力がね、出ないので、とりあえずもう普通にそうめん食べちゃいます。今現在こんな感じでお湯を沸かしてて、そうめんはここにありますね。前これね、2束食べたらすごい量やったんで、まあ今日のところは1束だけにしとこうかなと思います。完成。なんやかんや言うたんですが、とりあえずぶっかけそうめんにしてみました。味付けがね足らなかったら用意してあります。こんな感じで、いや、やっと食べれるぶっかけそうめん、どうなんでしょうか。とりあえずもうぐちゃぐちゃっとね混ぜちゃいます。このめんつゆをまあダバダバとかけて、あとこのキムチの味でね、食べたら美味しいんじゃないかと思っております。ちなみに今時間的にはね、2時前、朝ごはんも食べてないし、朝からねお腹減ってたんですよ。でも人間腹が減りすぎると、もう力が入らないという感じですね。まあ、ぐちゃぐちゃとこのような状態でございます。ではでは、いただきます。うん、うまい。とにかく暑いんでね、こうさらっとしたものが食べたかったっていうのと、まあご飯がね、今ちょっとご飯を嫌いしてしまってるっていうのもあります。うん、なかなか美味しい。このぶっかけキムチそうめん、いいですね。簡単で結構おすすめかもしれない、ぶっかけキムチそうめん。これはね、またやりたい感じですね。もうキムチとこのつゆをねかけるだけなので、めちゃめちゃ簡単でございます。まあ
それにしてもの話なんですけども、YouTube ね、収益化したんですよね。で、まぁ、ちょっと設定をして、でね、どんな風に、その、宣伝がつくのかなって、ちょっと気になるじゃないですか、自分で。で、僕、まぁ、自分でね、自分の動画を見ることって、今までも当然ありましてですね。そしたら、まぁ、宣伝、コマーシャル、いろいろついてるんですけども、今さっきその設定が終わってからね、自分で自分の動画を見てみたら、宣伝が一切つかないんですよね。だけどその他のチャンネルの動画を見たら、宣伝はついてるんで、その自分のチャンネルを見る、自分のチャンネルの動画を見たら、それは宣伝がつかないということなんですよね。だから、どんな感じでついてるのか、他の人から見たらどんな感じなのかなってね、ちょっと、気になるんですけども、まあ、わからないというような状況です。それはね、多分、自分でさ、自分の動画見て、広告が流れて、それで収入が入ってきたら、ね、おかしなことになるんで、それを、まあ、規制するためにやってるんでしょうけどね。まあ、これからちょっとどうなるかわからないんですけども、まだもうちょっとその、研究の余地があるなと思います。そしてですね、まあ収益化はしたんですけれども、そこからね、実際に自分にお金が入ってくるまでの間に、まだね、ちょっとやらなければいけないことがあるみたいなんですよ。で、それはまだ今すぐにはできなくて、またその YouTube 側からその住所確認とかね、なんかそういうのがあるみたいなんで、そういう、処理をね、しなければならないんですけども、またね、そういうことが起こりましたら、このチャンネルでお知らせしたいなと思います。さあ、今回の動画ね、いかがだったでしょうか。このゆうへい Vlog チャンネルで収益化したよという話でございました。でね、僕その前々からね、チャンネル登録1000人目指して頑張ってますっていうことでやってきたんですけども、その理由はもちろんそのチャンネル登録1000人を超えたらこのチャンネルが収益化するからなんですよね。1000人を超さないとチャンネル登録が、収益ができないというわけで、だから、チャンネル登録1000人を目指してやってきて、そしてようやくその結果このチャンネルで、収益化したというわけなので、本当にね、これ皆様のおかげであります。本当にね、感謝ですね。チャンネル登録してくださってる皆様、このチャンネルのね、動画を見てくれてる皆様のおかげでようやくここまでたどり着くことができました。本当にね、感謝です。ありがとうございます。今まではね、僕無職であるにもかかわらず一生懸命動画を上げて、で、まあ1円にもなってなかったわけですよね、この YouTube 活動。だから旗から見ればその趣味だと言われてもしょうがないわけですよね。無職のおっさんが無職であるにもかかわらず1円にもならない動画を一生懸命作ってあげてるというような状態だったわけなんですけども、今ようやくこれね、このチャンネルで収益化したので、僕がそのね、動画を上げれば、まあ少しですよ、少しなんですけども、お金につながるということで、まあようやくね、まあ趣味ではないということもできますよね。お金のために頑張ってるんですよということが言えると思いますので、これはね、今の僕にとっては結構大きなことでございます。だってね、今僕無職で収入なくて、あの日雇いのね、バイトなどをしてるわけですから、この YouTube のチャンネルが収益化したことはもう本当に僕にとっては大きなことでございます。なのでね、これから先ですね、またね、この YouTube 活動ますますね、気合を入れてね、頑張ってまいりたいなと思いますので、今後とも応援していただけると嬉しいです。まあそんな感じでね、このチャンネルでは僕の日常の動画をいろいろと上げております。僕ね、以前はドイツに住んでおりましたので、ドイツの動画を上げていました。そして2年以上前になるんですけども、
日本に戻ってきてからはですね、実家でニートをしばらくしてました。その時の動画も上がっています。そして今現在は大阪で無職一人暮らしの動画を上げておりますので、もしよかったら他の動画も見ていただいて、このチャンネルの続きが気になる方はですね、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。